はい、どうも、ネクストレベルグループ B、あのしです。前回のパートで青木千佐さんを救助しました。で、前回なんですけど、私はちょっとミスしてまして、ここ、エレベーターに穴と乗っちゃったり、これより上の階に行くと死んじゃうみたいですね。いやこれの掘り込みどっか売ってねえかな。今ここにいるのが、天の下に、ここがまさしく1階なんだよというか、この2階。2階に来てる時点で、人が。下の方でまずいことが起きてもいい。まあ、ちょっと2階に来た時点で、女の人は死んでしまいますと。青木千佐さんが。さすがにこれはわからんね。わあ、やばい、ここもあれだ。本気で怖い場所だ。まず、確定にロープが増えてあって、持っていくと、次これだな。で、回しますね。で、回すと。これダメでしょ、こんなそこに見える場所に。板張りの廊下が。ここは屋根裏部屋っけな。ここすっげえトラウマなんだよ。ここ牢屋あって。ちなみに、中にか。ここは誰だっけ、幼なじみが閉じ込められるんだっけ。となるとあれだ、間違えた。いやー本気で寒くなる。そんなに悪い、この時点では何もないか。注意、行方不明者は2名出ております。それだけは覚えておいてください。本当にこのゲームガチで18禁だな。ここがあの鍵じゃない、なんか鍵持ってたよ。パズルの鍵じゃない、違う。パートナーを呼ぶ。いやー、とりあえず全員生還させたいけども、やめなきゃ。鼻にホコリが入ってくるような長いしかないな。そう思ってみると鍵穴がある。ここがロッカーの鍵なんですよね。ロッカーの鍵どこだ。パズルの。やった、開いたぞ。どっかで見たことあるような。縄はしご。これ何に使うんだ。
中しっかりしてる海王と、カチの手がポツンと、怖い怖い怖い。カチの手は確か使った。で、確かこれで、やばいなぁ。ちょっと寒くなってきた。あれラダーっていうんだね、あの星で。ピラニア買ってもうまそう。ピラニアって美味しいらしいよね。コイン来たードロップの硬い蓋なんかを、まあこれで鍵開けられる。本当にこれで鍵開けられちゃう。普通の子供部屋の編み目に指輪って思ったより硬い感触がした。この編み目ならピアミアスのがおおっと新種キノコないから作られないだろうか。殴る、もうバカ者の方で多い。ここはもうじゃ関係ないかな。部屋の隅でミシャンショーズがうつむいている。天窓から、刺す月の光の中で彼女は心細そうに恋の、淡い色合いの上書きの下に着ているものはネグリジェのようにも見えるが、何それパジャマ、いやいくらなんでこの早くにこんな子が、どこか影のある瞳でこちらの考えを見とろうとしたのようにじっと見る。僕は篠崎は人って言うんだけど、逃げられましたと。虫もいいのか嫌だな。ペンチ。ここは、これだけじゃなかったかな。これ、クリアしてるのか。また人が死ぬ気がする。全部使わないで。なになに？さっき上の部屋で出会った少女が廊下に立つんでいる。驚かしちゃって何もしないから話を。彼女の背中に声をかけた。しかし少女は振り向くことなくそのままどっか行ってしまったと。から開けられる限り、しかししょうがない、他のとこへ行った。え閉じ込められた。あれここ開いてる。あーここ開いてしまった。まだ多少ながらね。アトリエ。あ、待て待て待て。あれだ。上のさ、部屋が、コインで開くあれだった。私は覚えている。1階かなにも。あれあったよね。あの部屋が。コイン。あくでしょ。
禁煙。俺マンプレイヤーの知り合いが全然入ってる時にさ、俺これやられてブチ切れたことあるんだよ。何何？黒く汚れた機械がある何かを巻き上げるためのようだ。金属が見込んだようなロープが顔を直せる。調節パネルに戻ったエレベーターと書いた電源コントロールに関するレバーがついている。あ、オフにしなっていると誰かが操作したのか。うるさいんだろうね。とか言いそうだよね。見られてる。また話しかけたらどっか行ってしまうだろうか。どうしようと思ってると、彼女も何か話したいと思っているんだろうか。それなら、うわ、調節パネルに置いた指をレバーに思い切らさんでしまう。痛いやつ。まずい、驚かせたか、今のは。追いかけて話をするべきだろうか。いや、あれだけ怯えている以上、そんなことしたら逆効果になってしまうだろう。あの子がね、あの子の部屋なんで多分、この、エレベーターの手前やったんで、でも、どうやって入るのかがわかんないんだよ。なんだか疲れたなと。ん？なんだろう、ドアの外で物音がし。じゃあまず先に探索をしよう。フロッピーディスク。フロッピーディスク皆さん知ってますか ？USB とかの前の時代のもんだと思ってる。1963年。あの、うわ、そういうね。バーッ。10と25で何で塗ってるんですかね。すごい、俺っつうの。こんだけね、ミスターサクリバイス、俺結構ね、楽しみしてるけどさ、これほど、指が痛い。ん？何か置いてあると、絆創膏が入っていた。これは、あ、そういえばいい子や。少女のことを思い出した。彼女がこの絆創膏。あの子がね、脱出するときいないんだよね、いつも。何度かクリアはしてるんだけど、弓道庫の、ただ3階に入ってんのはあれか、俺しかいないから、この事件の起きないんか。ね、BGM がね、不協和音すぎて怖いわ。一人一人にして殺していくつもりだったんですかね。本当に犯人誰なの？ K さんか神田川か、沼田じゃなくて、デブだと思うんだけど。地下は操作できないんだよ、確か。地下、鍵が閉まってる。ビール。青木さんから来たか。ちょっとエレベーターを置かなくて、2階にしばらく。あんたが壊し…しないけど、ブレーカーを置いてたんだ。本当？ニヤニヤ笑ってる。壊してないって言ったら壊してない。それどころエレベーターが邪魔できないんだから僕の手を欲しいんだのか。殴り飛ばすぞ。ここ今のところ無事はいるとは言えないかもしれない。左の青木さんは一歩間違えたら死んでましたから。何もなくてよかった。それはどうも。それではまた後で。じゃあね。お前ら二人今弓道を出してますから、ある程度は強いんでしょうね。ここが多分あの部屋なんだろうね。入り方がわかんないっていう。
も何もないんだよ、ここ。専用の鍵ってのはどこに入手できるか全くわからない。攻略サイト、あとで調べるわ、最悪。これでフロッピーディスクが、ここフロッピーディスク、これちょっと使い方わかんないんだけどさ、ディスク入ってる部分ビザが多くて、あ、電源切らないとダメなんだ。化学の問題、試験管の中にです、鉄片が入っています。この中にある液体を入れると鉄片が入っています。さあ、その液体は次のうちどれでしょうか。塩酸、炭酸、 Y？次のうちどうでしょう。あ、まだそれ以外もあるのね。鉄の破片が浮いてくるんでしょう。もうこんなん、水源しかないでしょう。で、硫酸とかじゃ金、せいぜい錆が取れるとかして、塩酸、塩水だって、もともとの、あ、え？なぜ？普通に考えて、鉄より重いものだからね。これは割と俺でもわかる。というわけで、ちょうどいいんで一回まとめさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 また会おう。